あのね、今回のレッスン、今回はですね、本日私の島、11月25日ということでですね、案内所に来たこちら現在、サンクス、ウェイウェイ、ビビンブウェイみたいなね、そういうなんかイベントがやってるんですよね。サンクスキビングデーだったかな、確か。そういうイベントがやってるんですよ。いや、1年ぶりでイベントの内容を全く覚えてないな。どんなイベントだっけ？いや、大体わかるけど、何するんだっけ？話しかけてみよう。おー、久しぶり、ブラックレイ、1年ぶりだね。おや、ブラックレイのものさ、誰かいなの、ちょうだいわかんない。あれ、誰だろ、作れたけど、誰だよ。なんて料理がまだできていないと。なるほど。そうだよね、やっぱり。アサリね。アサリを集めてこいってことだね。フランクリンに料理の材料を渡すだけのイベントだった気がします、確か。そしたらなんか家具とかがもらえるっていうようなイベントなんですよね、確か。アサリがねえな。あったこれをフランクリンに渡せばいいのね。しょうがねえな。あげるよ。はい、どうぞ。優しいな、俺。確かになんかセリフいいんだよね。レッツクッキングだっけ？レッツクッキングみたいなこと言うはずなんだよね。どうだ？クッキングさん違ったー。ちょっと惜しかったけど、ちょっと違った。ああ、来ました。フランスはめっちゃ走ってる。なんかすげえ順当にフランスは走ってない、今。ああ、すげえ。めっちゃ楽しい。おー、やべえ。次、パンプキンパイ。え、オレンジのカボチャと白いカボチャ？白いカボチャって何？すごい喜んでる、シャチャマル。あ、なんか白いカボチャないけどいいの？あげれるなんか。まあいいや、とりあえず、今回やりたいのはですね、蜂に追われてる状態で、フランクリンに話しかけて、料理をしたらどうなるのかっていう検証動画でございます。さっきね、レッツクッキングみたいな感じでね、お料理をフランクリンが始めてね、住民が、わー、美味しそう、パチパチパチ。ってやったと思うんですけども、そんな状況の中、蜂がいたらどんな反応を皆さんするのかと思いましてですね、早速蜂を出現させていきましょう。おー、一発抜きだー。まさかの一発か。フランクリン待っとけ、蜂連れてくから。住民がみんな焦ってるぞ。当たり前か、蜂がいたら焦るよな。さあ、よいしょー。ああ、フランクリンは焦んないんだ。住民はみんな焦ってるけど、フランクリンは焦んねんだ。白い顔じゃないけどいいのかな、これ。なんかあげれるからまあいいのか。あれ、あ、ダメだった。あー、待って、やべー、白いカボチャがねえからこれ決定ができねえ。やべー、どうしよう。よいしょ、これ、よいしょ、危ねえ、あぶねえ。これ家の中の住民と交換しないといけないの、なんか食材を。めんどくさ。やったー。さすがあんこ、素晴らしい、素晴らしいな、お前本当に。よし来た、よし来た、これでお料理、お料理、お料理スタート、お料理スタート。持ってきたよ。いいね、こんなに質のいい食材なら料理の違いがあるってもんだよ。料理する前に蜂を退治した方がいいと思うよ。なんでジャックはそんなに嬉しそうなんだ、蜂がいるので。ジャッキングスタート、スタートだね。さあ、これどうなる、どうなる、これは終わった。料理してる場合じゃないですって。住民みんな焦ってた。みんな蜂で料理どころじゃなかったぞ。ちょっと